皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は DJ 主催の湘南ウクレレクラブ、こちらに新しく午後クラスというのができました。こちらのお話をさせていただきたいと思います。はい、 DJ が主催しております湘南ウクレレクラブ、湘南茅ヶ崎を中心にウクレレを楽しむ練習会なんですけども、今までは午前中をメインに行っておりました。この度、午後にやってっていう遅い時間はないのという、皆様のお問い合わせにお答えしてですね、午後からのクラスというのを設定しました。2023年の1月から、毎月第4の木曜日を予定しております。1回目は1月26日です。午後の1時13時からと14時からというクラスになっております。まあいろいろと午前中バタバタしてるから、午後の落ち着いた時間に練習をして、で練習会帰りに買い物をして夕食の用意をするというふうなパターンにも使っていただけると思います。あとは木曜日お休みの方、ゆっくり寝て、休みの日はゆっくり寝てですね、午後から練習会に来てウクレレを楽しんで帰っていただくというふうなパターンで、このクラス、作ってみました。でこれからですね、もし、評判が良くなれば午後クラスの数も増やしていこうとは思ってるんですが、今のところこの木曜日、平日の第4木曜日だけの、スタートになります。ぜひ参加お待ちしております。遠方から来られてる方もいらっしゃいますので、まあ小旅行に茅ヶ崎まで遊びに行ってみようかというついでで構わないですので、ウクレレクラブ参加いただきたいと思います。申し込みは湘南ウクレレクラブのホームページから、QR コードここに出しておきますね。テレビで見てる方はこの QR コードをチッとスマホで見ていただくとホームページ出てきます。でパソコン、スマホで、現在この動画を見てる方はですね、動画下の概要欄のところにリンクを貼っておきます。そこにも飛ぶのめんどくさいは、スマホの場合めんどくさい方はですね、 Google の方で湘南漢字、ウクレレカタカナクラブ漢字で検索していただきますと、ホームページが出てきます。これが一番簡単だと思うんですけど、ホームページ出たらそちらに参加申し込みというところがありますから、そちらから申し込んでください。ホームページから参加申し込みをして、1回参加した方は LINE、 湘南ウクレレクラブの LINE があるんですけど、こちらから、いついつ参加したいですっていうだけで参加できます。ということで BJ のウクレレ講座、今回はですね、 BJ が主催しております湘南ウクレレクラブの新たに午後クラス解説しますというお話でした。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか、暖かい日が届く。